清盛です。大江湊です。小雪亭アンドコロです。ようこそおいでませ。イエイ、じゃん、福岡。イエイ、こちら中洲に来ております。なんかすごいネオンの看板がいっぱいあって、なんかすごいって思ったら、うかしが福岡っぽいわっていう。福岡っぽいですよ。もう福岡県民はわかるでしょ、ここね。あそこキャナルね。みなちゃんと、せっかく福岡に来ましたので、福岡の美味しいものを食べたり、福岡のいろんなところに行ってみたりしたいと思います。やったー、旅行だー。そうです、旅行です。ということで、タイトルコール行ってみましょう、はい、せーの、福岡旅行 Vlog。 イエイ。はい、ということでですね、早速なんですけど、1軒目のお店に、行ってみたいと思います、はい、福岡ならではのものをまず、みなちゃんに食べていただこうと思って、そのお店を選ばせていただきましたので、早速行きましょう。お店に到着しました。はい、水炊きのお店に来ました。花みどりさんですね、うん、福岡では大メジャー水炊き屋さんです。うん、今日はコスプレもして、そうだね、はい、お腹も減りも、はい、というところなので、うん、花みどりさんでたくさん水炊き食べて、はい、お腹いっぱいになって、はい、帰りたいと思います。お通し前菜のおキュートです。じゃーん、博多名物。そうなんですよ、博多名物です。おキュート食べたことないでしょ、絶対。いやー、もうぜひちょっと食べてみて。みなちゃんはマスクを外した姿が映せないので私だけの価格になりました。すみません。はい、いただきます。なんかこんにゃくみたいなね。うまい。さっぱり、めっちゃ美味しい。うん、美味しい。鶏そぼろが入ってるね。うんうんうん、プルプルしてる。じゃーん、前菜来ました。うん、手前が鴨の菜の花添えっておっしゃってましたね、うん、で、右がなんかのお豆腐。あ、右が、うん、で、なんとかのお豆腐で、これなんだっけ、なんとか漬けって言ってた。書いてないでしょ。はい、どれも福岡っぽい。うん、和製ピクルスね。今、あっさりしとこう。うん、食べやすい。もうマイホームだから、バチバチに博多弁で出てくる。白子豆腐。私、白子食べたことないですよ。うん、初白子チャレンジ。そうそう、いただきます。なんか、あ、全然美味しい。うん、美味しい。なんだろう、わさびいいね。うん、確かにプルプルしてる。うん、わさびの風味が美味しい。美味しい、上品。じゃーん、こちらは鶏のたたきですね。これね、福岡県ではね、うん、普通なんですけど、関東の生で鶏を食べる習慣多分ないですよ。ないないない、初めて食べるわ。本当、うん、うまい。お刺身みたいな、うん、感じだと思う。柚子胡椒めっちゃいいよ。柚子胡椒ね、うん、美味しい。九州の人も柚子胡椒好きなんですよ。あ、そうなんだ。うん、じゃん、じゃん、じゃじゃん。熊本デコポンソーダと博多浜王ソーダです。デコポン、すごい。デコポンだ。めっちゃ濃厚、うん、濃いからこんな色してんの、うん、すごい美味しい。あれ、イチゴは大丈夫なの、うん、はい、これこれ
すごそう、なんかもうビタミンって感じ。確かに。いちごー、すごいね。すごい、うん、なんか酸味がある。あ、そうね、すごい美味しい、美味しい、美味しい、さっぱりさっぱり。ちなみに水炊きの最後、多分締めが雑炊かちゃんぽんが多分いられるんだけど、どっちか。ちゃんぽん。おお。いやでも雑炊も好きだわ。いや一旦水炊きのそのスープを味わってみて決めようと。確かに確かに。マジでどっちもいいよ。ああ。私なんか家でやるときはうちはいつも、うん、あの。雑炊になるけど、うん、どうだ鍋の締め、ラーメンとか、ラーメンとか麺とか、うん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 、ことが多いから大丈夫ですか。 もしかしたら明日も麺ですよ。いや、大丈夫、大丈夫。3食ラーメンいけるんだ。チーム3食ラーメンいけます。いや、わかるわかるわかる、うん、じゃん、こちら里芋まんじゅうだそうです。絶対うまいじゃん。やばい、めっちゃあったかい、あったかい、ね、あったかい、あったかい。これなんだろう、ししとうかな。ね、私これ食べたことないよ。いただきます。何が入ってるんだろう。うん、美味しい。なんかサクサクホクホクの中に五目っぽい具が入ってる、うん、あんかけって感じ。あ、そうだね。美味しい。こちらのお鍋、まず商品スープを召し上がっていただきます。はい、来ました、ついにメインが。うん、いい匂いする。はい、ありがとうございます。最高の匂いする。こちらコラーゲンゼリーでございます。お入れしますね。全然入りました。全然入りました。お肉も入れたことによってスープの味だんだん変わりますので、よかったら生でとってください。はい、ありがとうございます。やばいです。本当にうまい。うん、ちょっと聞いて、さっきまでのここのね、垂直儀があった。垂直儀恥ずかしい。こんなところに来て、あいつ垂直儀系あるけど。ないないしました。失礼しました。合わせ子なんでね。そうだね。いただきます。うわぁ、スープ超うまい。え、マジで本当に美味しい。いただきます。いただきます。帰りたくない。一生食べてない。やばい、やっぱ鶏うまいね。いい、お水優しい。うん、本当に出汁、ちょっとこれは美味しすぎますね。うん、美味しい。スープの味が変わるって言ってたから、うん、飲み比べてみる。そうだ。お、なんかとろとろとろついてる。コラーゲン美肌。美肌になっちゃうぞ。ますます美女の磨きが高い。美肌になっちゃうよこれ。うん、何これ、うん、肉に、うん、なんて言ってるんやろ。さっきよりなんか濃厚。これ最後雑炊やね。あ、ほんと。うん、あ、まあでも確かにそうかも。もう全部残さずなんかここのコラーゲンを摂取したいと。いただきます。じゃあ、うん、味が違うよ。うん、ピンチ。いや、もう何も言わずにちょっと口に入れて噛んでみてほしい。プルプル、おいしい。何やろ、なんかパサパサしてない。うん、もちもちしてる。もちもち、なんて言ったらいいのこれ。弾力がある。あ、みずみずしい。うんうんうん、今日すごい寒かったじゃん。うん、ここ下、ドームのねすぐ近く海なんで、うん、め
本当にやっぱね、日が暮れるとね、体がすごい冷えたからさ、しみるね、晩ご飯、ここの予約の時間前でちょっと時間があったから、みやちゃんを連れて中洲をね、中洲川端で散歩したんですよ、どうでした？東京では見ない光景が広がってました。屋台ね、そう、川のそばに屋台が並んでて、で、その屋台っていうのは普通の屋台じゃなくて、なんかラーメンだの、でんだの、天ぷらだの、なんかすごい東京では見ないタイプの屋台がいっぱい並んでて、そうやね、しかも並んでる人だからめちゃくちゃいて、福岡に観光に来るとやっぱ、結構屋台に行かれる人が多いね。もういつもやったらガバガバやね。そうだね、明日がありますので明日運転しますので今日はちょっとあんな畑来たらまずいんで今日は珍しく飲んでませんけど、やばい、もうプルプルかもしれない、もうプルプルになってきたかもしれない、あーた変な毛が出た出た、もう合わせの後のコスプレイヤーまでだし、シュン、こちらシミの雑炊と明太高菜でございます。光っとるよデザートのプリンが来ました、わーいということで、おはようございます。おはようございます。福岡、2日目の朝でございます。ここは博多駅ですね。博多駅です。はい、博多駅です。今ね、泊まってたホテルをチェックアウトして、出てきました。東京丸のお家に行って、ご挨拶をしてもらいます。冗談ですけど車をね、ちょっと取りに行って、そこからちょっと遠出していきたいなと思いますので、次は車の中かな、はい、で、お会いしましょう。天気もいいからね、大快晴です。じゃあまた後で、バイバイ。バイバイ。車内に移動しまして、はいはい、で車で、ある程度のところまで進んできましたね、はい、今日の目的地ですね、糸島です、糸島、はい、何回か多分私動画とか、あとはまあ個人的に多分配信とかで糸島の話をしたんですよ、なのでこの機に紹介できたら、やった、あなたにやっとで景色も非常にいいところなので、はい、デートだ、楽しみに、そうですね、デートですよ、デートだ、はい、もうこれは青い港用のプランです。東京丸プレゼンツ、そうです。羨ましいだろみんな。悪いけど今日の東京丸の一日は私がいただくよ。逆もまたしかり。天気はいいね、めちゃくちゃいい天気はいい、ちょっと霞んでるね。そうだね、福岡ではこれが快晴です。なるほど、これがデフォなわけです。そうです、多分ね、なんかいろいろスモッグとかの関係で、あ、なんかめちゃめちゃ快晴みたいな日結構少ないんだよね、多分。へー、そう、まあ、海なんで、そうそうそう、海岸沿いをよくドライブしてたんですね、そう、だからそこは覚えてるけど、道中はもう覚えてないな。すごい、なんか別に悪いことしてないのに後ろにパトカーがいると緊張しますね。やったー。何もしてないです。安全運転で参りますけど、新選組ロケ行った時に、そのコスプレホテルで着替えて車乗ってロケ地に行ったから、あ、はいはいはい、新選組の姿で運転してたんですよ。警察なんだけど我々も、はい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 、なんか警察が近く通るとピシッってなる、うわやべって、いや、なんかなんやろうね、なんかそれこそさ、別に悪いことをしてるわけじゃないんだけど、なんかこう不審者と思われないからって。いや、ましてやコスプレしてる時に警察に捕まるのだけは一番避けたいからさ。恥ずかしい。そうね、万が一にも捕まってはならないという、そう、ね、いや、そうよ、警察の方もびっくりですよ。あれ、あ、こいつヒゲやけど女みたいな。コスプレして車を運転したことがある
いつも以上に気をつけるっていうのそうだね隣の人もびっくりだよ、ね、信号待ちとかでさ、ふって隣見ることとかあるじゃないですか、うん、あるある、ふって見てさ、近藤さん乗ってた時のさ衝撃よいや、銀魂知らなかったら、あ、なんかちょっといかついおじさん乗ってるなぐらいかもしれないんだけど銀魂知ってた時よね、うん、え3度見ぐらいすると思う近藤さん乗ってるけどおもろいな、それ、ね、知らないよりも知ってるの方がおもろいな面白い、面白い、うん、福岡いる時は、うん、まあそのそんなにコスプレしてなかったんで、うん、だからロケ行くっていうことなかったからね、うん、今考えたら多分いろんなところ行けるだろうなとは思うけどね、 あそこいいな、ここいいな、うんうん、この辺9大のキャンパス、うんうんうん、広いね、広いね、全部そう、全部そう、寮とかなんか、ああ確かにそれっぽいのあるじゃん、寮生活ってどうですか、どうなんだろう、でもちょっと自由なさそう、いやーそうねなんか普通に一人暮らしするより全然なんか門限とかあるだろうし、ああそうだね、ないなね、うん、ゲームしたいもん、あーね、それはそうだわ、すげーゲームしたい、あでもなんか寮ってどうなんだろう、自分の部屋があって、うん、あれなんだろう、まあそうだろうね、実質は一人一人あるんだろうけど、なんかでも、まあ、なんか洗面台とか、うん、なんかトイレとかそういうのは共通とかそういうイメージだけど、あ絶対に綺麗にしたいもんだ確かに大学とかになるとさ、うん、やっぱ寮ってなるとさ、あのマンションみたいな感じの、うんうんうん、なんだろうなって思うんだけど、 そうだね、それでも嫌やもんなでも知り合いに囲まれてるのちょっとこう気使っちゃうな、あ確かに確かに、トリホで寮生活って絶対おもろいこれは面白そう、うん、ケイちゃん遅刻しなくていいんだよ確かに誰かちょっと2回目でケイちゃん起こしって直接また叩き起こすといけるもん、そう物理近いの便利かもしれない着きました、着いた、はい、バームビーチ3に着きましたので、うん、今日ねここでねブランチ、うん、ちょっと今日は我々朝ごはん食べてないのではい、はい、ブランチを食べて行きたいと思います、やったね、はい、糸島で取れた、うんうん、その食材をとても使っていらっしゃるそうです、へー楽しみね、だからずっと美味しいよ、うん、行ってきたいと思います、行ってきます、ファームビーチさんに、うん、無事、うん、入店することができ、はい、YouTube の撮影許可をいただきましたので、見てこのロケーションやばくないかめちゃくちゃいいテラス席なんですけど、うん、目の前が海で、いやザザーンっていう海の音を聞きながら優雅にこれからブランチということで早起きしてよかった本当に、ね、かわいくねえかこれ、え、かわいい、マンゴージュース、マンゴージュース、お花が乗ってる、お花が刺さってます、でね、早速ね、サラダが届きまして、うん、じゃーん、マンゴージュースとサラダ、メインのお料理が届きました、じゃーん、その糸島のお野菜と、パンチェッタの、パスタになりまして、そちらが糸島卵のカルボナーラ、おお、すごい、もうすごい、真ん中で卵がプルプル、キラ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 めちゃめちゃ美味しそう、いただきます、いただきます、うわー、いいんですかこれ、やばいやばい、んなんぼ、もちもち、もちもち、うん、いや、待って、すごい、太い、太平麺、フェットチーネみたいな、うん、うわ、
めちゃめちゃ美味しい。オリーブオイル、あ、めっちゃうまいのこれ。やば。うまい。うわこれはやばい。やばい。うん。そもそもビジュもおしゃれやったし。ビジュ。ビジュ。私さ、パスタあんま食べないんだよね。なんだけど、これはマジでうまい。引き続きね、ゆっくり堪能したいと思います。また後で。お腹いっぱいになりました。うん。めっちゃ美味しかったね。美味しかった。満足です。ねえ、海辺を散歩したいと思いますけども、うん、晴れすぎ。眩しい。右京丸が眩しい。すごいじゃん。めちゃいい。めちゃよでしょ。キャー。海だ。いや、でしょ？すごい。え、せやろ、せやろ。ちょっとね、みんな見て。めっちゃ綺麗。ほら。わー、危ない危ない。めちゃめちゃ綺麗なんすよ。わー。お約束。これが糸島の海ですな。冷たいんかな。冷たい？もうちょっと感じたい。もうちょっと感じたい。ここへだってもう濡れたらおしまいですからね。冷たい。冷たいんだ。冷たいけどなんかキンキンって感じじゃん。なるほど。ちょっと入るのは厳しい。入るのは厳しいだろ、そりゃ。2月っすよ。もうなんか BGM にしたい。BGM って波の音、ザザーンを。睡眠 BGM とかにしたい。いや、あるある、全然ある。糸島の波の音 BGM。これはあのー、青い港パートナーと。そうか、あんちゃんにおしゃれな BGM つけてもらう。いやー、もう BGM いらんよ。もうこれ BGM がかかってるから。自然の、自然の。そう。いや、なんか海好きって言ってたじゃん。うん。だからこれは絶対糸島やぞと。なるほどね。そう、そういう考えもありましたね。さすがです。やったぜ。さすが青い港のファンヒット。そうです。TO です。分かってます。やばい、大変だ。巨大岩ゾーンにやばい、たどり着いてしまった。これやばいな。すごいね。これ なんでこんなでかいの。え、 そりゃあそう。なぜでしょうか。これは岩として存在し始めたのか、こう山的な何かに削られて。いや、でもさ、岩ちゃう？だって下砂やん。ああ、え、海から上がってきたの。ドンブラコーじゃない。ドンブラコされてる。ドンブラコー、ドンブラコーじゃないの。おお、さすが、さすがナルトレイヤー。険しい。険しい。お、険しいな。だいぶ険しい。なんだこれは。ちょっとこれは大変なので、ちょっと迂回路を探しましょう。一回上上がってかな。そうですね。ちょっと迂回路を探しましょう。夫婦岩に到着しました。あれあれ。あれが夫婦岩ですね。で、夫婦岩とお写真を撮るためにたくさんの人が並んでいるみたいです。自分はちょうど鳥居と夫婦岩とで、こう鳥居の向こうに夫婦岩。そうだね、構図になるってこと。すごい、めっちゃ景色いい。キラ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 。仲良し、仲良し、恋しです。まるであなたと私のように。キャ
来ました皆さん。現地撮ってください。現地。あ、落とし物しました。え？あれ？これポケットに入れたつもりが。渦巻きの貝。貝。めちゃくちゃ黄金比のあれみたい、なんかあの記号。黄金比を表す記号の渦巻き。すごいね。はい、これはポケットに。ポケットにイン。ポケットにイン。今日までのターンです。ちょうどいい。うん、すごい。いい。いい。頑張れば入れる。頑張れば入れる。頑張れば入れる。本当に。いいとこですよ。ご覧の通り。老後はね、糸島に住みたい。あ、そうなんだ。絶対いいよ。老後は家を建てたいと思います。糸島に。糸島に。そのために今頑張ります。じゃあちょっと別のところに行きますか。はい。あ見て、道端にハートのタイルが。ここだけ、ここだけっぽい。ずっと普通のタイルだったのに突如としてハートが現れた。ハートだー。なんだこりゃ。なんかご利益ありそうじゃない、触っていた。よし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 。ご利益あるかもしれない。次の場所に行こうって移動してる途中にね、ちょっと見つけちゃったんで、今日目ざとく。全然気づかない。めっちゃ上だけ向いて歩いてた。こういう下向いて歩いてた。じゃあ安全ですね。安全ですね。上は私が確認、下確認してもらう。足元は私に任せてください。はい。別の、うん、いいところにご案内しますので。まだいいところがあるんですね。あるんですよ。あるんです。やった。じゃあ引き続き移動します。はい、バイ。というわけで再び車で移動しております。うん、はい。これから向かうところなんですけど、工房突貫さん。その名の通り、突端にあります。端っこ。そうです、突端にあります、うん、塩を作ってるんですよ、うん、で、あの塩作ってるんだけど、うん、プリンも作ってる、そうで、そのプリンがですね、うん、塩をかけて食べるんですよ、そう。これいつだったかお話ししたかもしれないんですけど、うん、そのプリンがトロトロ系です。あー、はい、ちょっと私が紹介するには珍しくトロトロ系です。固め、固めが好き。そうです、私固めのあのレトロプリンがね、あー、すごい好きなんですけど、今回はトロトロ系です。なんか忙しいじゃん、はい、結構、なんか日常がね、だからこういう日いいね。そうだね。いやー、いいねー。うわー、老後にかけるか。でもゲームだな。そうだね、うん、私 もうずっとポケモンしてます。もうね、びっくりするぐらいポケモンしてます。ポケモンがなんかあのアルセウスを買ったんだけど、なんか途中で飽きちゃって。ああ、なるほど。違うわ。いや、そう、アルセウスはまた全然違うから。うん。王道のポケモンとはちょっと違う。あれはね、なんか敵だもんね。まだ、マジ怖いからね。あれだもんね、理解してないもんね、お互いをね。そう。普通のポケモンもいるんだけど、なんか親分っていうデカポケモンがたまに現れて。はい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 。その自分が操作してるキャラクターよりも圧倒的にデカいデカさのポケモンが、それはどうしたらいいの？倒すとかではないでしょ？いや、倒さないといけない。あ、倒すんだ。倒せる。へー。倒して自分の手持ちにできる。あ、
ゲットというゲットゲットあの概念はあるんだ。あるあるある。でかいまんま、でかポケモンのまま手持ちになる。かき焼き通りって書いてあるね。うわけいちゃん喜びそう。そうだね、かきあんじゃん。うん、言いそう。かきあんじゃん、かきあんじゃん。食べたい食べたい食べたい。もう上手やね。よく見てますから、けいじゃん。けいちゃんの言動はあ、わかる。手に取るのに、私はまだちょっとかきのレベルには達してない。柿は結構レベル高そうよ、魚介嫌いマンからしたら。あ、なんか別に食べるようになりたいとも思わないし、あ見てなんかあ美味しそうってならないから多分一生嫌いなんだろう。あなるほどね。他のなんていうの、その貝とか食べられるんだ。あ食べられるけど食べたくはないかな。あなるほど。はい、到着しました。はい、ということで、うん、早速塩プリンやったゲットしに行きましょう。イエーイ、楽しみ。またね、またね。すごい着きましたけど、すごい塩。塩すごいね、ここで塩作ってる。そう、又市の塩工房突端さんですね。ここでね、お塩をね作っているんですな。この景色のいいところでプリン食べたいと思います。こんなおしゃれなプリンいないよ。すげー、ザザーン。まるで夫婦岩のように寄り添って、ね、寄り添っております。おっ、危ない危ない。あ、こぼした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 。カラメルソースが、カラメルソースがね、こぼれちゃったけど、じゃん、見える。じゃーん、こんな感じ、はい、ね、めっちゃいいよこれ。塩もかかってるらしい。そうなの。オープン、オープン。あ乾杯。乾杯。あ、これ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 、背景すげえ、すごいね。あの こうやってさ見るとわかんだけど、塩わかる。あちょっとこう、あまあわかるか、塩の結晶がね、わかるかな、カメラで。あるんです、見える見える見える。そう、うん、これよこれ。塩がかかってる。実食。マジでうまい。もうね、すげえクリーミーなの。ああで、濃厚なの。ああで、塩がいい感じに締めてくれる。ああ、へえ。これが家で食えたならば。ちなみにこれ、あのすごいお持ち帰りもたくさんあるんですよ。うんうんうん、で、あの期間限定で今回はなんか生チョコ味だったかな、うんうんうん、ミックスナッツが入ったね、うん、生チョコの味とかもあったんで、うん、今日はあの一番オーソドックスな、うん、オリジナルなんですけど、うん、期間限定の味があるそうなの、うん、ね、ぜひぜひ、うん、でもねこれ絶対食べてほしいの、うん、一番ノーマルなやつ、うんうんうん、まあ、まずはね、うん、ノーマルなやつで、いやもう早速食べてください。食べます。はい、私もちょっとさっきカラメルこぼしちゃったんで食べます。いただきます。いただきます。海を見ながらね、プリンが食べ終わりまして、おい、ちょっとお店の周りになんか塩の製造過程が書いてある。立体式塩塩田違うのかな、なんかあれですね、白いの何、んこんな干されてる白い木は、あれは何なんだ、竹、竹、竹って書いてある、竹に噴射する、竹なの、噴射してますね。上から海水をかけてるってこと、あ、そうじゃないかい。で、伝ってきたやつがこれ干されるのかな、あでこっちに行くんじゃない、あ10日間ずっと行くんだって。へえ、
全国でも数えるほどしかこれやってるところないって書いてある。昔ながらの製造方法で作ってるね。でこれで あれだ、こっちに手が行くほど塩になるんだ。さっきのを煮詰めて濃くしてさらに 20% に。へえ、すごいね。 30% になる。いらないものとかを再利用して作ってるってことは。エコなんかさ、すごい香ばしい匂いするもんね。ね、甘炊きして乾燥させて選別して焼きそうやって先ほどプリンの上に乗っていた美味しい塩が、そうだね、出来上がるっていうことですね。うん、そりゃうまいわ。うまいよそりゃうまいよ。努力の結晶、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。マジでうまかった、うん、ここで糸島を離れて、うん、またちょっと戻っていきたいと思います。はい、一応ね、今日は帰りますので、うん、飛行機のお時間もなかなかありますからね。で残された時間で、うん、まあ、ちょっともう一つぐらいちょっと福岡っぽいことしたいかなって、そうだね、思ってますんで。やったね。行きましょう。行きましょう。時間がないですよ。いや、次へ、はい、じゃあまた。また。はい。ここはどこですか？福岡空港で。福岡空港のなんだっけ、ラーメン滑走路という、なんかラーメン屋さんがいっぱい並んでるところの中の紅茶ラーメン。さ、そうです。じゃーん、こちらですね、おーちゃんラーメンさん。そして実際のラーメンがこちら、博多豚骨ラーメンです。はい、一番オーソドックスだそうで、最後にこれを食べてお腹いっぱいになって帰りましょう。いただきます。これです。おなじみの味ですか。私やっぱね、バリカタが好きだわ。あ、そうなんだ。麺の硬さ選べるんだ。うんうん。で、肩、バリカタで硬い方はね、さらに言うと針金とか粉落としとかあるけど、うんうん、バリカタがちょうどいいです。ゆっくり食べて帰りましょう。食べます。いただきますというわけで、ラーメン食べました。パンパンのパンえ、でもさ、私より食べるの早かったよね。フードファイト、フードファイトしてたんすかそうなんだ。あ、でもちょうどいいぐらいだったかも、うん、あれより多かったらマジでファイトしてたかもなるほどちゃんと美味しく食べれたんで。あー、よかった、念願の。そう、食べたかった。博多ラーメンも、ラーメン食べたかったの。無事食べることができてよかったです。よかった。みなちゃんのちゃんと胃の雑魚さを考慮した上でちょっと考えたんだけど、はるか上雑魚さだぞお土産もね。そう、お土産買った。バッチリ買ったんでね、めんべいの袋にいろいろ詰まってますね。いろいろみんなにもね、買ったから。あ、そうだよ。そう、だからそれはサブで。そうだね。そう、トリホのみんなへもちゃんとお土産買ったんで、それはね、はい、サブでしっかり渡すところが。そうだね、取れたらいいな。なかなかみんながみんな詰まることがなくてさ、そうそう、渡せずに終わること怖いよねとりあえず誰かに渡して、渡しといてみたいな。わかるわかるわかる。これにて、はい、福岡 Vlog、 旅行 Vlog、 福岡旅行 Vlog というか、福岡飯食いろ確かに、ご飯屋さん巡った、うん、は、終わりになりますね、はい、結局福岡といえば、うん、飯なのよ。あー、なるほどね。とにかく飯がうまいの、うん、そう、だから、まあ、飯ログになってしまいましたけどこういうなんかご飯を巡るみたいな旅行あんましたことなかったから、お、新鮮だった。よかったです全然今回紹介できてないところ山ほどありますから。そうだよね。またね、今度プライベートで、そうだ、プライベートで、はい、来たいと思いますね、はい、もうその時はぜひご案内させてください。やった、 2,3 日ぐらいかけないと全部食べきれないかもしれないです。そうだね、パンパンのパンで済んでるからいいけどパンってなったらおしまいだからおしまいなんで皆さんもね、楽しんでいただけてたら嬉しいな。そうだね、ぜひね、福岡にね来た際はね、美味しいご飯をたくさん食べて
パンパンのパンになって帰っていただければいいかと思います。はい、じゃあ以上小雪亭あんどころでした。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。ありがとう。ありがとう福岡。福岡 Vlog。 福岡 Vlog、 まあ福岡旅行 Vlog。 OK。